新店の最寄り駅は大分市の JR 大在駅です。それでは行ってみましょう。大在駅の南口から国道197号を東へ、シャトレーゼ大在店前の交差点を右折すると目立つ看板を発見。駅から徒歩6分の場所にあるラーメン成広屋です。こんにちは。わあ、昔ながらのラーメン屋っていう感じの店内も広々してます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いつオープンしたんですか？7月6日にオープンしました。醤油豚骨専門店。専門店です、醤油豚骨。どんな味わいなんですか？若い高校生とか大学生とか男の子とかが好きそうなしょっぱめのラーメンです。あ、じゃあもうガッツく感じの、はい、ガッツくラーメンなんですね、はい。成広屋は豊後高田市の人気店山猫がプロデュースしたお店で、スープには同じ醤油を使っています。豚骨は肉付きのものを使用し、事前に仕込んだスープに豚骨を継ぎ足していくスタイル。1日100キロ煮込んでいます。麺はスープがよく絡むようにカットした中太麺。ここに海苔と今回トッピングでプラスした国崎産わかめを添えたら完成です。お待たせしました。ジョラメンです。うわー、インパクト大がっつり、おいしそう。うわー、もうすくった瞬間からこうとろっときますね、はい、うん、やられた。濃い。濃いです、うん、はい、醤油のコクがしっかりとある、はい、そうです。豚骨もふわっと効いてて、はい、これはご飯頼んで正解でした、はい、スープがちょっとしょっぱいなと思う方はどうすればいいんですか？スープ足したりとか、薄かったら逆にタレ足したりとかできるんで、はい、言ってもらえば。じゃあスタッフさんにわがままを言ってもいいってことですね、はい、そうです。言ってください。あ、中太麺ですかね。はい、中太麺です。そしてあの短い麺が、はい、これは何か、あの女性の方でもスルッとすすれるように。うん、おいしい。麺に染みてるんじゃないかぐらい本当にスープがしっかり感じられますね。そしてそしてこれですよ、ビッグなチャーシュー。国産豚を使用したチャーシューにもこだわりが。特別な釜で吊るして燻製したチャーシューと、スープにも使われている醤油ダレでじっくり煮込んだチャーシューの2種類を味わうことができます。こんなに大きなチャーシューを一口でいただきます。うん、うーん、噛めば噛むほど炭の香りがふわっと広がってくる、はい、たまんなく美味しいですね。たまんなく美味しいです。一緒に頼んだご飯はおかわり無料ということで、お店おすすめの食べ方を実践。机に置いているかっぱ漬けをご飯にのせ、たっぷりスープを染み込ませた海苔でご飯と一緒に巻いて食べる。これはついついご飯をおかわりしたくなりますよ。ぜひ試してみてください。ちなみに最大ご飯何杯頼まれた方いらっしゃいますか？最大、山盛りで3杯ですね。まだこれすごいです。このスープでってことですよね。そうです。もうそれぐらい堪能できちゃう美味しいスープ、はい、大在駅から徒歩6分、ぜひお出かけください。